それではここで今日これからそしてまた明日の行動提起を県民大会実行委員会事務局長として先頭に立って頑張っていただいております田脇義和事務局長県議会議員によりご紹介をさせていただきます。全体集会に結集をされました皆さん、大変ご苦労様であります。今日のこの集会は各団体長い間ご苦労されて取り組んでいただきました。また個人でそれぞれ参加をされた皆さん、ありがとうございました。私はこういう集会に何度も参加をいたしておりますが、今日の集会ほど壇上と会場が一体になったそういう集会はあまり見たことがありません。ありがとうございます。先ほどからルール話がありました。我々は9月9日に10万人を結集して県民の意思を内外に表明をしたわけでありますが、3週間も経たないうちに何事もなかったようにもスプレーが配慮された、こういう状況にあります。そして今日私どもは憲白書という多少時代がかっておりますが、それゆえにそこに決意を込めてこの41市町村長、市町村議会、県議会を含めてまさに県民総意として状況行動をしているわけであります。憲白書、まさに平成の沖縄一揆であります。そういう意味で私どもはもうこれ以上手がないんです。非暴力民主主義のこの世の中でこれ以上の意思表明はもうできないんです。したがって明日から各省庁大臣にお目にかかってこの憲白書を渡しますけれども、我々のこの不退転の決意をぜひとも政府におかれてはしかと受け止めていただきたい、こういう決意の場にこの場をしたいと思っております。明日は今日のデモの後、明日はそういう行動交渉を行いますけれども、どうか今日の集まりの皆さんにおかれましても、先ほど沖縄県人会の会長から話がありました、沖縄の課題は決して沖縄だけで解決できる問題ではありません。今日のこの集会を皮切りに、ぜひとも職場や地域やあるいは小さな仲間同士でも結構ですから、このこれからの日米関係、そしてとりわけ沖縄の基地問題をどうするんだということを含めて、ぜひとも国民的な議論を起こしていただきたい、これが私どもの共通の願いであります。どうかぜひともこの集会を皮切りにして、沖縄も戦いますので、本土でも東京、本土でも各県でもそういう大きな国民運動を起こさない限り、この課題の前進はないということをお互いに確認をし合いたいと思っております。また同時に今日のここに取材に来られている記者の皆さんにもお願いがあります。やはりどうしても在京の中央のメディアが報じていただきませんと、全国的な興味関心を呼ぶことはなかなか難しい。沖縄ではいろんな問題が起こってもなかなか中央市とかあるいはメディアの電波に乗らない、こういうことが我々県民は一様に感じているところでありますので、ぜひともそういう意味も含めて沖縄の課題も取り上げていただいていきたいと思っております。今日のこの連帯集会、熱い思いを我々もいっぱい心に留めて沖縄にも頑張りますので、これからも連帯のまた輪を大きく広げていただきますように、県民大会事務局長としてもお願いを申し上げる次第であります。最後に本集会の参加者を先ほど事務局でまとめましたので報告をいたします。4000名を超えておりますので報告します。ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。田脇義和県民大会事務局長より行動提起をさせていただきました。